アダプティブユースは直訳すると適応型再利用で文化財などの建築物を移築や用と変更して保護と活用を両立する手法制度のことでリノベーションより文化性が高いものを指す神戸の北の物語館に入居するスターバックス基本的にはリビングヘリテージの考え方に基づくが日本では文化財保護法での登録有形文化財で多く用いられている 国宝、重要文化財に指定されると消防用設備設置や耐震工事を除き増改築などの現状変更は制限されるが、登録有形文化財は建物外観のみを残し内部を自由に使えるファサード保存が認められている。世界遺産で重要伝統的建造物群保存地区でもある岩見銀山の大森地区は江戸時代の町並みが残るが、1960年代には 過疎化で荒廃し、その後、地元企業による地道な集計作業により現在の景観を整えたもので、文化資材の申請性の観点からは価値が疑問視されるが、アダプティブユースとしては適正とみなされる。国家戦略特区に提言された歴史的伝統的建築物活用特区での地域、再生特定物件などへの応用も示唆される。 京都の町屋をリフォームし宿として一件貸ししている、事例築60年の古民家をリノベーションした民泊第1号宿坊や古民家を利用した民宿もアダプティブユースに類似するもので、空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行や都市再生特別措置法の改正案による空き家の再生、さらに国家戦略特区に指定された東京都大田区や大阪府では、 集合住宅の空き部屋を宿泊施設に活用できるようにする民泊の実現に向けた条例の整備を進めており、その先には戦後復興期のバラックや廃屋といった生活文化の痕跡の活用まで視野に入る。ただし、こうした空き部屋や古い建物の利用には安全、景観上の問題や近隣住民との圧力が伴い必ずしも 地域の理解が得られているものではない場合もある。多くの国で植民地支配時代の痕跡が消されてゆく中、台湾では親日さもあり、日本統治時代の施設を活かす取り組みが行われており、松山文化総意園区、火山1914文化総意産業園区などが挙げられる。ありがとうございます。